5人兄弟なんですけど、やっぱり GX にいる姉もバスケしたっていうのが影響なんですけど、姉がやってるのを見て自分も入ろうっていうのはきっかけです。ひとたび試合が終われば優しく妹を気遣う姉。やっぱ戦うからには負けたくないっていう気持ちがすごい強いので、そんな姉の背中をずっと追ってきた妹。姉妹のマッチアップですね。そうですね。でも妹とやるっていうのはすごい嫌なので、向こうはしないと思うんですけど、やっぱ姉なので。姉妹のマッチアップですね。そうですね。今までは憧れてたりもしてたし、でも今ではライバルまではいかないですけど、超えたい存在ではあります。スピードと思い切りの良さが売りのガードとして確実に成長し、上昇チーム JX エネオスサンフラワーズの一員として活躍する宮崎沙織。そんな姉といつかは互角にと真剣勝負に挑む新潟アルビレックス BB ラビッツ宮崎アンナに迫ります。1年目はすごい緊張して先輩方の後をついていくついていくって形だったんですけど、やっぱ2年目になってこう自分もしっかり戦わなきゃっていう気持ちになりましたし、強い相手でも立ち向かってやろうっていう気持ちにはなりました。はい、妹から見て姉の存在は。私にとって姉は自分を成長させてくれる存在でもあるっていうか、やっぱ戦うからには負けたくないっていう気持ちがすごい強いので、どっちもすごい負けず嫌いな部分があるので、姉がやったら自分もやるっていう気持ちで臨みました。そうですね、やっぱり一番は負けられないっていうのはあるんですけど、はい、やっぱり同じリーグでお互い切磋琢磨して頑張れたらいいなと思ってます。はい、最初はやっぱり姉がって言われる部分がすごく多かったので、最初はやりづらい部分とかも あったり、でもやっぱり今までバスケしてきて自分バスケ好きだっていう思いが強かったので、だったらもうトップのリーグで、姉に負けないように戦いたいっていう気持ちでここに臨みました。試合が始まる前のコートでは2人の優しい笑顔があふれています。一体どんなことを話しているのでしょうか。さあ試合が始まります。選手がコントロールします。マッチアップは妹のアンナ選手です。宮崎、ここでドライブに上に行って戻します。同じポジションだからこそ戦いのコートの上では熱い火花を散らす2人。お互い譲りません。さあ姉妹の対決ですね。マッチアップです。はい、2本目外しました。リバウンド新潟、最後時間がない。ここで試合が終了しました。83対44で JX エネオスが勝利しました。2日間の激闘を終え姉妹にお話を伺ってみました。すいません、よろしくお願いします。お疲れ様でした。まずは沙織選手、今日の試合振り返っていかがですか。そうですね、結構ミスが目立ってしまった試合だったので次は改善したいなと思います。ベンチメンバーになるとすごいターンオーバーが増えてしまうので、やっぱりそういう辺を今年は課題にしているので、やっぱベンチメンバーがスタートの次に出た時にこういい形でスタートの人にこう渡せるようにしたいなと思います。はい、アンナ選手はどうでしたか。今日は得点がゼロだったのでもう少し得点にしっかり絡めたらなって思ったのと、ターンオーバーの部分では昨日よりしっかり少なくできたので、そこは収穫できたかなって思います。姉妹がマッチアップすることにどんな思いを抱いているのでしょうか。もう2試合で終わってくれて嬉しいです。自分より小さいとあんまやることがないので。そうですね、はい、リーグだと上位のチームだと特にそうなので、ちょっとその部分は嫌です。アンナ選手はいかがでしたか。自分はそこまでやってて嫌だっていうのはないんですけど、試合中もやられたら
まあ、自分もしっかりやり返すという気持ちで、まあ、いい刺激をもらいながら試合に臨んでます。姉として妹へのアドバイスを伺いました。もうちょっとリング見た方がいいかな。でもまあ頑張ってるので、はい、何も言うことはないです。アンナ選手、お姉さんのプレーご覧になっていかがでしたか？特にない。ひたすらいつも叫んでるイメージが強いんで、もう少し女の子っぽくもう目力がすごいし、もっと小柄かな。今シーズンへの意気込みを聞いてみました。シーズン長いんですけど、やっぱりこう自分の持ち味を出していい形で最後終われたらいいなと思ってます。はい、まだリーグは続くんで、チーム全員で一つ一つの試合しっかり戦っていきたいと思います。休みをもらったらどうしますかと聞いたら、こんなことを言っていました。一緒に兄弟全員揃って、兄弟全員揃うとすごい楽しいので、揃えたら揃ってどっかのんびりするのでもいるし、遊びに行きたいなって思います。そうですね、家族あんまり集まれることがないので、やっぱり兄弟5人いるんで、5人集まって、まあ、みんなでゆっくりしたいなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。最後に姉妹としての表情を見せてくれた2人。直接対決は終了しましたが、Wリーグ宮崎姉妹のプレーに引き続き注目です。